はい、FM 流進堂 DJ のりしんです。第5夜目でございます。震災特集として、自分自身と震災の関係、関わりについてのお話を続けてさせてもらっております。で、この震災っていうものがいかに多くの命を奪い、またその多くの人間関係 を壊したり、引き裂いたりしてきたかってことを思うわけですよ。もちろんね、これは地震とそして津波とっていうことで、あくまで自然災害なので、なんというか誰が悪いっていうことではないんですよね。で、思うのは、例えば原発とかはまた別の問題にまで広がってしまって複雑になってしまうんですけれども、この今回の 3.11 の大震災の中で僕がこのボランティア活動をしながら思うことがあるとすると、やはりその震災自体は、自然災害自体はいつ何時起こるかわからないし、いつかは何らかの形で起こるものですよね。起こるものじゃないですか。で、それが起こってしまったこと自体は否定をすることもできないし、何にもできないわけですけれども、その災害が起こった後ですよね。その災害が起こった後にどういう生き方をすることができるかっていうことの、その選択の中に全てこう一人一人が試されている部分があるなってことを思うわけです。で、これどういうことかっていうと、例えばその現地の被災者目線で言うと、被災者である機関っていうのはどこまでなのかっていうことを思うわけですよ。例えばもう家も流されてしまった、家族が亡くなってしまったっていう状況があった時に、そこからどうやってこの生活だったり人生を立て直していくかっていうものがあると思うんです。で、もちろんその 僕もですね、もしこんな東日本大震災のようなことがあって、自分のね、家族が例えば津波で亡くなってしまったり、なんというか天涯孤独の身になってしまったとしたら、どういう風な気持ちになって、でその後どうやって生きていけるんだろうかってことを考えることがあるんですよ。それを考えるとやっぱり非常にその辛いなっていう風に思うわけですよ。だけれども、やはりどんな辛いことがあっても、大変なことがあっても、それをこう励まし合って生きていけるのも人間だと思うんですよ。で、そういうその何かこう辛いことがあったり、痛みですよね、心の痛みっていうのを抱えながら生きていく中にも、またその新しい出会いがあって、その中でも、自分が選択できる範囲の中、もしくはできない範囲の中でも新しい人間関係が形成されたり、その中でこう人同士がね、励まし合って生きていくことは可能なんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。で、僕個人の視点から見ると、この震災っていうのがなかったら、僕は岩手県にここまでね、ここまでの回数行くことはなかったと思うんですよ。またこういうふうにね、自分一人でも岩手に、車を運転していくよっていうようなことはなかったと思うんです。で、そういった中で僕はその震災っていうものの、全てをこう否定するのではなくて、やはりその中でも何か自分の中でね、人との出会いがあったなっていうことだったり、僕自身も学ばせていただくことがたくさんあったなっていうことだったり、
もしくはその岩手だったり、この宮城県石巻市なんかもそうです、福島県もそうです、そういうところに自分が行くようになって、その土地のね、何かこういい部分を発見したり、その土地について何か新しく、知ることができたなっていうふうなことを思うわけですね。人間ね、やっぱり命に限りがあるので、どこどこでどんな災害があったからまた助けに行くっていうことは、僕もねどれだけのことができるのかっていうのはわからないですよ。だからこの前も台風が来た時に、どこでしたっけ、大氾濫が起こった場所ありましたよね。名前がちょっと今出てこないな、ありましたよね。でそういうところも実際に僕はボランティアに行ってないんですよ。じゃあ逆に行かなきゃいけないのかって言った時に、実際に行けてないので、それに対してやっぱり偉そうなことを言うことはできないし、何もそこに対してやっぱりできなかった自分も歯がゆく思うんですけれども、やっぱり普段の生活があり仕事がありっていう中で、自分がどれだけのもののバランスの中で何ができるかっていうのは非常に難しい問題だなと思うわけですよ。ただしやっぱり今回のその震災のボランティアを通じて、やはり何かこう誰かが困ったようなことがあった時には助け合いをしなきゃいけないなっていう意識は生まれたわけで、そういった中でやはり日本全国いろいろなね災害だったり自然災害、そういうものはいつでも起こり得るので、やっぱり助け合いの精神が非常に大事だなっていうことをしみじみと思いました。またそのなんていうんですかね、実際にその金銭的なことだったり救援物資っていう具体的な形で支援はできなくても、やっぱり人間同士励まし合って生きていくっていう、その生き方ですよね。どういう生き方で生きていくかっていう、そのイメージの問題として、やはりいつでも人間っていうのは励まし合って助け合って前を向いたりしながら生きていくんだなっていうふうなことをしみじみと感じております。できることとできないことのやっぱそれぞれのものがあるので、なかなかこれは難しい問題だとは思ってるんですけども、今回はこの震災っていうのボランティアの活動を通じて、行きと帰りに長時間の車の運転があるわけで、でその運転してる時間を今有効活用しようということでおしゃべりさせてもらっている中で、何かこう自分の思いだったり、何かこう一つこれ言ってること合ってるなというかね、少しためになるような話になっていれば幸いでございます。長々とありがとうございました。では失礼いたします。もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。